行政管理予算局の紋章アメリカ合衆国行政管理予算局はアメリカ合衆国連邦政府の行政機関の一つである。その役割は議会に送付する予算協商を作成し、成立した予算を執行することであり、各行政機関の活動を管理することである。行政管理予算局は行政管理予算局長によって統括されている。局長は 閣僚級の地位であり、大統領に直属する立場である。アイゼンハワー行政府ビル前身である予算局は、1921年に財務省の内部部局の一部として設置され、1939年には大統領府に移された。その後、1970年にニクソン政権によって行政管理予算局として改組、改祖、解消された。 現時点において500人ほどのスタッフがおり、大統領府内のアイゼンハワー行政府ビルに事務局が置かれている。行政管理予算局の役割の一つは、約1年をかけて、各行政機関の個別の政策を評価し、競合する予算要求を調整、査定して、毎年2月初めに議会に送付する予算協書を作成することである。なお、アメリカ合衆国では、 大統領が議会に法案を提出することはできず予算教書を送付することはあくまでも勧告であって正式には議員が提案者となる。また予算教書がそのまま採用されるわけでもない。行政管理予算局のその他の役割としては各行政機関が無駄を省き効率的な業務を行うことによって国民が低い費用で 行政サービスを容易に利用できるようにすることや、各行政機関の規制政策分析を監視することなどがある。ありがとうございます。